パッド・ギャレット・パトリック・フロイド・ジャービス・パッド・ギャレットは、アメリカ西部開拓時代のガンマン。1850年、アラバマ州、チェンバース群生まれ。家族と共に、ルイジアナ州に移住して成長する。1869年、家を出て、テキサス州ダラスで、カウボーイになる。1875年、バッファロー・ハンターに転身。1878年、ホート・サムナーに移住。 1879年、ファニータ・グティエレスと結婚するも、1年で死に別れる。その後、ファニータの妹、アポロナリアと再婚して9人の子供に恵まれる。1880年11月7日、フォート・サマーの保安官に指名される。同年12月、ニューメキシコ州知事ルー・ウォレスが500ドルの賞金をつけていたビリー・ザ・キッドとその仲間を逮捕した。 1881年4月18日、キットが刑務所から脱走したため、再びキットを追跡して、同年7月14日、彼を射殺した。1882年に保安官の任期を終えたパッドは牧場を経営しながら、キットの誕生から射殺に至るまでを書いた電気、ビリーザキット、真実の生涯を発刊。その後、各地の保安官などを務め、 引退して、ニューメキシコ州で牧場を経営した。1901年、セオドアルーズベルトと会談、エルパソの調税官に任命される。1908年、土地売買のトラブルから、背後から銃撃されて死亡した。ありがとうございます。